シューティングガードのトップ10ちょっと当てようかな。待って、俺ちょっとニコラスのトップ10当てるわ。でこれは俺目線で考えるんじゃなくて、ニコラスだったらこうするかなっていうのでトップ10当てに行こう。ちょっとみんな言わないでくれよ。1位から多分考えた方が早いな、こういう。ちょっと、とりあえず選手をね、思い出すために、まず一回 NBA.com で、いや、こういう時こそ 2K のレーティングのやつ見た方がいいかな。シューティングガードをどっから見るかなんだけど、ま、俺はデビン・ブッカーが1位なのよな。シューティングガード1位と言ったらデビン・ブッカーなの。ニコラスも同じなんかな、どうだろうな。ドンチッチ、リラードは違うでしょ。シェイ、あれってか、シェイ出てなかったじゃん、トップ10に。ニコラス、シェイはシューティングガード扱い。ポイントガードだよね。ってことは、まあ、シェイは抜いたとして、テイタも違うでしょ、ステフィン・カリー違うでしょ。ドノマン・ミッチェル、シューティングガード扱いか。ガーランド入れてたってことは、多分ドノマン・ミッチェルはシューティングガードだな、ニコラスは。で、ドノマン・ミッチェル、デビン・ブッカー、ジーレン・ブラウンか。ミッチェル、ブッカー、ブラウン、トレヤン、トレヤン、ジャモランと違うことで、これ、エクセルで書いた方がいいな。よし、これでいこう。1位、俺はデビン・ブッカーだよな。俺はデビン・ブッカーなんだけど、ワンチャンニコラスはキャブズファンだから、ドノバン・ミッチェルを1位にしてる可能性もあるよな。いや、でも、なんか、ドノバン・ミッチェルって書いちゃうと、お前、キャブズファンだからドノバン・ミッチェルひいきしてるだろって、コメントで書かれるのも尺だからっていうので、ニコラスもデビン・ブッカーにしてる説を押すわ。俺はちょっとそこまで読むぞ。そう言われるの嫌だっていう。あ、シェイ、シューティングガードなの？うわ、したら、シェイだわ。多分ニコラスのことだから、ここシェイにしてるわ。俺はシェイが2番だな。で、2位だったらまあありかな。2位だったらドノバン・ミッチェルって言えるんじゃない？ハーデンはポイントガードで書いてたはず。ちょっと待って。あとは、ジェイレン・ブラウンか。そっか、ジェイレン・ブラウンいいのか。ザック・ラビーン、エドワーズ。あ、アンソニー・エドワーズいいのね。デローザン。待って。とりあえず書いとくわ。デローザン、ジェイレン・ブラウン、ラビーン、エドワーズ。とりあえずトップ10に入りそうなのは、ちょっとミケル入れてるのかどうかわからんな。ミケル、シューティングガード入れてるんかな？多分入れてないということにしよう。あとビールか。ブラッドリー・ビール、クレイ・トンプソン。ビール、クレイ。これで何人？ 2、4、6、8、9。あと1人。デズモンド・ベイン？ CJ ・マカラム。ベイン、マカラム。まあ、この辺か。候補に上がるのが。いや待って、ニコラスのことだから、ちょっと待って、これジェイレン・ブラウン2位あるんじゃない？ニコラス、ジェイレン・ブラウン2位とかにしてそう。でニコラスのことだから、多分ポイントガードもドバン・ミッチェルはできるから、でもデビン・ブッカーはまだポイントガードできるかの証明をしてないよねみたいな。でもミッチェルは、まあ、ジャズでその証明してるよねみたいな。いやでも待って、試合数めちゃめちゃ重要視してるっつったな。試合数見てみよう。試合数がシェイが68、ドノバン・ミッチェルも68。シェイ68ね、ドノバン・ミッチェルも68で、デビン・ブッカーが53。あれ、これね、やっぱドノバン・ミッチェル下なんじゃない？デビン・ブッカー53試合しか出てないよね。ほいで、カイリーは違うでしょ。ジェイレン・ブラン、あ、ジェイレン・ブラン67試合出てるわ。あー、いや、これジェイレン・ブラン2位あるぞ。ほいで、ラビーンが70、あ、ラビーン77試合出てるじゃん。でかいな。ラビーン77。でもちょっとラビーンの評価低そうなんだよな、ニコラス。で、エドワーズが79、ビールが、デローザが74。ビール50試合しか出てないじゃん。ビールが50。ワンチャンビール10位説ない？いやでもさすがにラビーンの方が下なんか。いやでも試合数多いな、ラビーン。でデローザンが74でしょ。あとはクレイと、クレイ69、ベイン58。まあ、ベインはワンチャン外れてる可能性も全然あると思うんだけど。で最後 CJ マカラムね。 CJ マカラムは75試合か。なるほどな。こうじゃない？どう？どうや？個人的にはベインがギリ外れかな。個人的にはこうかな、パッとね。個人的にはこうかな。うわ、どうやろ、どうかな。いや待てよ、なんか見落としてのあるか。ニコラスっぽい予想の仕方 見逃してるのワンチャンある？ブッカーでもファイナル出てるでしょ。で試合数一番少ないんだけど、多分プレイオフ出てるよねっていう評価をすげえしてると思う。でもドノバン・ミッチェルもジャズで出てたし。いやでも昔のこととか考えてないんか。あくまでも去年の話か。2年前ジャズでどうのこうのとかっていう話はないのか。いやでも人はやっぱバイアスかかるからな、とは言いつつ。いや、あえて謙遜しての3位ブッカーか？くぅ。むずいな。いや、でもこうだな。で、いや、で、ワンチャンエドワーズの方が上説ある。ここ変えようかな。ワンチャンエドワーズの方が上説あるか。いや、でも待てよ。
あ、昔は考えてないね。あくまで去年の。ヒゲはポイントがあるらしいね。俺のランキング試合数は重視してない。全く考えてない。最低ラインだけ決めればいいと思ってる。で、俺の最低ラインは感覚だけど、多分40試合ぐらいでいいと思ってる。半分出てたら、もうその人の能力って別に、40試合から80試合になっても80試合から200試合になっても俺はその人の能力が変わるとは思ってないから、40試合出てるんだったら40試合出てる人と80試合出てる人で何か差をつけるっていうのはしなくていいと思って。え、デローザン、あ、そっか、デローザンとラビーンがお互いシューティングガードなのか。危な、え、待って、どっちがシューティングガード。おちょっと誰かそこだけ教えてくれ。どっちがシューティングガード、ニコラスの中では。いや、でもそれも予想に入るか。それも予想か。くぅ、むず。いや、ってなるとラビーンなのか。ニコラスは一体、ちょっと待って、これは NBA.com から参照してるっていう風に考えよう。ニコラスも、いや、あいつの場合 NBA レファランスなんだよな。まあ、いっか、シカゴブルーズにして。あれ、シューティングガードとか書いてねえのか。ラビーンで飛べばいいのか。いや、書いてないのか。おい、なんで書いてないんだよ。あー、ガードは書いてる。ガードって書いてる。あー、でもデローザンはガードとフォワードって書いてる。あれ、あとはワンチャンラビーンか。いやー、でもなんかデローザンの方がラビーンよりも評価は高そうなんだけど、ここはちょっとラビーンにしとく。デローザンはちょっとスモールフォワード扱いということで、多分だけニコラスはデローザンスモールフォワード扱いにしてる気がするな。はい、ということでこれでいこうかな。ラビーン、クレイ、ビー、いやー待てよ、ビールが低すぎるか。いや、でもビールは50試合しか出てねえからつってちょっと低く見積もっててもおかしくない。もう、あとウィザーズが結果が出てない。あとなんかトレードのいざこざで、なんかちょっと全然試合に関係ないことだけど、なんか知らんけど評価落ちてそうな気がする。とはいえマカルムよりはいいんじゃないみたいな。これでいくか。あ、ちょっと待って、俺がね今シューティングガードどうやって見てるかっつったら、 NBA.com でガードでこうフィルターかけて調べてみよう。したら今のメンツが出てきた。ポールジョージってシューティングガードなの。ちょっと待って、そうなると話変わってくるぞ。ちょっと待ってくれよ。ステフィング KD 違うでしょ。でもジェイリン・ブラウン入るってことはポールジョージ入るな。イングラム入んないでしょ。ブラウン違うでしょ。かわいい。ポールジョージ、ポールジョージ入ってくるぞこれ。でもちょっと、ん、56試合か。いや、ポールジョージ入ってくるぞこれ。ってことはベイン抜けだ。終わり。ベインこっち、ベイン抜いてポールジョージ入ってくるな。で、多分ニコラスのポールジョージ評価は俺よりも高い気がする。ニコラスのポールジョージ評価は俺より高い気がする。ということでビールよりも上なんじゃないかな。で、クレイトンプソンよりも上、ラビーンよりも上な気がする。ここじゃない、ポールジョージ。なんで俺ヤコブポートル入れてんだよ。いや、ポールジンギスじゃないって。ポールジョージ、オッケーオッケー。ポールジョージ56試合。いや、まだラビーンと世代交代はしてない判定をしてる気がする。これでいこう。よし、では結果を僕は、見ていきたいと思います。ちょっと、あ、ここにあれが書いてる。ポジションはたけしが勝手に選びます。活躍できなくてもマイナスにはしない。どういうこと？活躍できないイコールマイナスじゃない。プレイオフで活躍すれば評価は、ああ、そういうことね。プレイオフ出てなくてもマイナスにはしないってこと。基本はレギュラーシーズン基準。試合数、レギュラーシーズン基準ね。試合数は評価に入る。最低41試合。実力ではなく、今季の活躍。なるほど。では第10位。惜しくも枠。で、おお、当たってる。デズモンド・ベインね。よし、当たり当たり。で、これ11位とかってことでしょ？この次が？CJ マック、CJ マカロムとブラッドリービールが外れる。わあ、ってことは誰が入るのか。アートサイモンズ。ああね、なんかニコラスのことだからなんかマキシーとか言いそうだな。第10位、タイム、うわ、お、やっぱマキシーやん。うわー、マキシーか。60試合。あ、343%。プレイオフでも20点取ってるぞと。なるほどね。第9位、低いな。ポールジョージ低いね。いや、もっとスタッツを見ればよかったか。第8位、クレイトンプソン。ちょっと待って、ちょっと待ってくれ。ウェイ。これをこうしよう。で、実際が、10位がマキシー。9位がポール・ジョージ。8位が、誰っつったっけ、クレイか。お、8位当たってる。お、ビンゴ、正解。ピコンピコンピコン。そして、7位が、クレイの話長えな、こいつ。あ、7位だ。え、待って、俺7位誰にしたっけ。当たってる。当たってる。ラビンさん当たってる。今、ポール・ジョージは、9位だったから外れか。次誰だ、デジョンテ・マレーか。なるほどね。あ、もう完全にあれだな。もう表記だな。俺の中ではデジョンテ・マレーポイントガードなんだよな。デジョンテ・マレー 3.34% しか入ってないけどディフェンス力があるからってこと。第6位、お、待って、第5位エドワーズ。待って、俺5位誰にしたっけ。当たってるぞ。アンソニー・エドワーズを第5位。第4位は誰だ。第4位ブッカー。第4位は、すごくない俺。当たってるぞ。これってことはドノバン・ミッチェルだろう、第3位。絶対これドノバン・ミッチェルやん、第3位。100億%ドノバン・ミッチェルでしょ。ホレ見た。ホ
れ見てみ、ドノバン・ミッチェル。ってことはこれ第2位ジェイレン・ブラウンで1位シェイだろ。これもうはい確定です。これも絶対そうや。第2位がジェイレン・ブラウンでしょ、で第1位がはいシェイ。はいはい、ありがとうございました。で、完全にそもそも名前すら出なかったのがデジョンテ・マレーとマキシーやな。ここに関しては名前すら俺の中ではちょっと出なかったわ。で外したので言うと、まあだからポール・ジョージか、順位を。これで俺もニコラス検定合格か。ニコラス検定合格じゃないこれ。俺でもマジで言わせて、俺本当に一度も1ミリたりともマジで見てないから、見てないし見たこともないし、はい、本当にあニコラスだったら多分こうやって選びそうで選んだわ。で俺とも当たってるというか一緒なのがこの2人だけか。ミッチェルとエドワーズだけは 俺とも一緒なのか。なるほどね。今度俺のスモールフォワードバージョンやろうかな。ちょっとポイントガードはもうこの企画思いつく前に見てしまったからもうできないけど、スモールフォワード、パワーフォワード、センター、今度やってみる。